駒形神社。駒形神社は、岩手県にある神社。欧州市水拓中上野町の本社、伊沢郡金ヶ崎町西根の駒形家山町の奥宮、伊沢郡金ヶ崎町、西根雛子沢の里風からなる。式内社、旧社格は国平商社で、現在は神社本庁の別表神社。祭神は次の六柱で、駒形大臣と総称される。 当社は、駒形家の神霊を祀ったものとされるが、古くよりその神霊を人格神に否定する諸説が挙げられている。現在の六柱とする説は、日名子沢里宮の完成9年、1797年、胸札や仙台藩編さんの安永風土記に記載が見られる。これらは、中近世の神仏根高記において、駒形家が林さんを、 各天神地議に下したことに由来すると見られている。最高峰の第二地だけに、甘テラス大臣、第二の駒形家に、甘テラス大臣のこの割れ勝ち尊、など。以上のほか人格神を、馬が玉大臣、甘テラス大臣、アメノ法シホミ尊とする説、家ノシの祖心とする説等がある。最神の駒形神は、馬の守護神とされ、馬頭、観音や第二地如来と集合し、 東日本の各地に誕生されて信仰されている。馬の守護神とされた背景は、古代に付近一帯が群馬の産地であったことが考えられている。当社は駒ヶ岳、焼石駒ヶ岳、駒ヶ岳山を祭る神社として、明治以前は駒ヶ岳山頂の本宮、奥宮、北上市和賀町岩崎と金ヶ崎町に死ね日が、小沢の格差と宮をして放祭された。 水卓の現在社、水沢本社は、明治三十六年、1903年の新設である。それ以前の水卓本社の地は、塩釜神社、現、境内別宮の境内地であった。以下、駒形神社一般の歴史について概説する。創建は、不詳で、様々な伝承が現在に伝えられている。社伝の一つでは、有略天皇、 第二十一代二十一年に、加護神社、京都文安市から、宇上玉大臣を誕生して山頂に祭り、里宮に、大月姫神とことしろぬ神を廃止したが、後に、前期六柱となったという。別殿では、慶光天皇、第十二代四十年に、日本穂高が統制に際し、江戸平定のために、前期六柱を誕生、創建したという。また、 坂上田村麻呂が当地で倒れた相場を祭ったが、後に自覚大師、縁人が開国した際に、その駒形神を駒形家山頂に移して本宮を造営。さらに、源義家が前九年の役の際に戦勝祈願をしたとも言う。別説として、上み付の後の上の国、現、群馬県を根拠とする上みの市一族が当地に来住するにあたり、 駒形家を、上付の氏うじの赤城山、赤城神社にぎして放祭したとする説もある。その中で、旧火山である赤城山の外輪山に駒形山が存在することから、家の氏が、上付の氏と下付の氏に分かれた後にそれぞれ勢力を北に伸ばし、外輪山を持つ山の中で2番目の後方を、赤城山なぞらえて、駒形家、または駒形山と名付け、 駒形大臣を祀ったとする。そして、有力天皇の時代に、上付の死が欧州において、現在の駒形家を見出して名付け、山頂に駒形大臣を誕生したのが始まりであるとするものである。この説に従えば、駒形神社の祭神は、赤城山の神と同一か、深い関連を持つ存在ということになる。関連して、俗日本語記、上和八年。 841年3月2日上には、江差し軍議大領として、上付つけの伊沢小盲人の名が見え、上付つけの氏と伊沢との関わりが指摘される。さらに、赤木神社との関連では、源の実朝が近海和歌集において、赤木神社を、かやしろと読んでいることから、赤木神社は、かすなわち、中国や韓国に由来するともされるが、当時の朝鮮にあった駒が、 駒と呼ばれたことから、駒形という名称は、高麗島すなわち、駒からが、駒形の地、駒形に転化したともいう。関連して、箱根神社の拙者である、駒形神社では、朝鮮から、高麗大臣が誕生されたとしている。なお奥宮は現在駒形に鎮座するが、もともとは、駒形南方で最高峰の第二地岳、京塚山山頂にあったとする伝承がある。 国史では、忍寿元年、851年に、駒形神の神界が、正五位下に、上元四年、862年24位下に、少女された胸の記事が見える。14位下の神界は、道の区国内で最高位になる。道の区国内で14位下は九社。駒形神社側ではこの神界について、駒形神社への坂上田村麻呂の数形が扱った関係で、 伊沢の守府から深海を高くすべきとの申し出が何度もあったためと説明している。また、延長五年、九百二十七年成立の演技式新名町では、道の区国伊沢軍に駒形神社と記載され、式内社に列している。駒形神社側の見解では、全国の駒形神社の中で当社と宮城県、栗原軍の駒形昆社の二社のみが新名町に記載があるという。 平安時代頃には、上記の坂上田村麻呂のほか、源、頼地吉家や平泉の藤原氏の数形も扱ったと伝える。箱根神社の縁起には、藤原秀平がどういて、駒形の神の像を作り祀るなど、藤原氏の駒形大臣への信仰の厚さが読み取れる、記載があるという。江戸時代の時点では、駒形家は仙台藩と盛岡藩の境界であり、 里宮は、それぞれの藩内に一社ずつがあった。また、山頂の本宮、奥宮は、両藩によって二十年目ごとに交互に建て替えがなされていた。明治四年、1871年、山頂の本宮、奥宮が、近代社格制度において、国兵商社に列するにあたり、本宮、里宮とも参拝に不便であるとして、 当時の水沢県県庁に近い塩釜神社の本殿が仮用廃所となれた塩釜神社は、境内社の春日神社に遷座。そして、明治7年、1874年、社殿が改修されて、正式な養廃所とされた。明治36年、1903年に、山頂の神霊が養廃所に移され、元は塩釜神社のものであった。 社殿等一切は駒形神社に編入された。塩釜神社は、境内別宮であった春日神社に合祀され、社名が、春日神社から、塩釜神社に改称されることとなった。戦後は、神社本庁の別表神社に列し、近年では、陸中国一宮とも称されている。2010年、平成22年8月1日、 山頂の奥の宮にある老朽化した社殿を解体し、新しく、社殿を造営した。境内と水沢公園は、飛岸桜系の桜の名所として知られ、老木の樹齢は250年から300年にも及ぶ。一帯は、駒形神社及び、水沢公園の飛岸系桜群として、岩手県指定天然記念物に指定されていい。以下はいずれも、本社境内社。 所在地、交通アクセス、水沢本社まで、注釈出店、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。